どうした、ゆうちと鈴木智也のおしゃべりということで、はい。はい、今回で第14じゃない ?3 行目 ?4 だ、4じゃない。あ、4でしたっけ、もう14じゃない、あ、14ですか、いや、早いですね、まだ。14でしょう、多分そう。この前13秒だった気がする。あの、確か前は、あの、結婚の話を、させていただいてたみたいですね。じゃあ前回12秒が結婚の話をして、ああ、そうでしたっけ。で13が木下さんのいとこの話をしたんです。ああ、そうでしたね。そうでした、ね、そう、一回飛ばしてるんですよ、それは。だから14秒です。ああ、そう、一回忘れて、この前あの深夜っていうか、このね、今日もそうなんだけど、4時ぐらいの時間帯に、そうですね、木下さんのなんかね、年末の話からいとこの話になってみたいな。あー、そうでしたね、そんな感じ。あー、そうです、そうでした。 そういえば、そう、そう、そんなあったんですよ。いや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 、あ、いや、いや、今回は何について、そうだな、なんかもう年末もいろいろ近くなってきましたけど、はい、そうだね。なんかまあ、とりあえずね、なんか今年ね、はい、その木下さん的に見てね、今日このね、何、はい、UGP でね、はい、なんかこの人頑張ってたよ的な、なんかことをさ、ちょっとトークしたいなと思って。ああ、こういうことを頑張ったっていう、そうそう、こういうこと頑張ったっていうのもそうだし、木下さんの目から見てこの人頑張ってたなっていう人を挙げてもらいたいなみたいな。あー、なるほど。そう、そうっすね。やっぱり僕から見て頑張ってたのはやっぱりトモさんですかね。トモさん、古澤さん、古澤さんがやっぱり結構、まあ、あの編集もやっぱりそうですけど、まあ、動画も結構割とあの頻繁にあの上げ、あの上げられてたんで、うん、やっぱりあの、まあ、僕も、まあ、あのそうですけど、まあ、あの古澤さんもやっぱりね、あの仕事しながらだと思うんで、うん、やっぱりね、あの時間をやっぱりあの切り詰めながら、まあそこまでできるっていうのはやっぱりすごいですよね、やっぱり。そうだね、うん、うん、やっぱりあのモチベーションのやっぱりね、あの高さはすごいですよね、やっぱり。まあ、個人的に、まあ、今年、まあ、UGP でやってたっていうのは、やっぱり、なんすかね、まあ、サウンドノベルゲームも、まあまあそうですけど、うん、まあ、あとは、なんですかね、あの、ボイスドラマの、あの、選択者もね、今現在、まあ、あの、古澤さんが今、あの、編集してるみたいですけど、うん、そうですね、もう結構割と、あの、まあ、ようやく、それも、なんか、あの、完成、することが完成まで いけるっていうのがやっぱり結構、まあ、うん、あの個人的にはやっぱり大きいところがあって、そうですね、やっぱりずっと選択者に関してはもうずっとあの制作がもうあのストップし、うん、してもうあの、うん、したもんね、うん、そうなんです、してたもんで、やっぱり完成できたのがやっぱりあの完成できたのがやっぱりあの個人的にはやっぱり結構嬉しいところがあって、うん、そうなんですよ。あとは何すかね、あとは本当にあの絵本を、まあ、まつりさんと一緒に、うん、あの制作して、あの飛べない鳥ですねを、うん、制作したりとかしたりとかして、うん、そうですね、そうです、まあいろいろ挑戦できたかなとは、まあ、あの個人的には思ってるんですけど、うん、いろいろあの今まで、やってなかったことにも結構あの今年はチャレンジできたんで、うん、そうですね、なるほどね、そうなんですよ。年間通して見たら、あの木下さん的には古澤さんが頑張ったと。そうですね、まあ、特にやっぱり活躍がやっぱり目立ってたかなとは思うんですけどね、古澤さんがやっぱり、そうですね、なるほどね、うん、そうですね。まあ、今年、そうだね、1年振り返ってみると、まあ、僕が、まあ、見ててだけど、うん、やっぱり、あれだね、まあ、伊藤がね、頑張ってたと思うよ。
いろいろ。ああ、そうですね。伊藤さんもやっぱりそうですね。頑張ってましたもんね。頑張ったし、やっぱりね、一番動いてたっていう面だけをね、ものすごくね、言ってしまう。僕の目の見えるところでね、動いてたなってものはやっぱ溝辺だよね。ああ、そうですね。まつりさんもそうですね。だって作品本数だけで言ったらどのくらいこなしたか分かんないよ、5月入って。ね、半年ね、フルスピードでほぼ全部の作品に関わってたんでしょ。そうですね、うん、やっぱり、まあ、イラスト班の中では結構割と本当に一番動いてた方ですもんね、やっぱりまつりさんなんかは。もうそうそう、うんね、やっぱりね、他の人が動いてないとは言わないけどもね、人の何倍もっていう感じで動いてたと思うんだよね。そうですね、うん、だからまあ伊藤みそれ、まあ、あとはレインボー君もまあね、ああそうですね、レインボーさんも、まあ、今までと比べればもう随分頑張ってもらって、そうですね、うん、結構やっぱり UGP がやっぱりいい意味でやっぱりちょっとなんかあのワイワイっていうか、あのなんかにぎわってきたっていうか、うん、ありますよね、やっぱりちょっとあの活気がちょっとなんかあの出てきたっていうか、うん、そうですね、まあ伊藤君の対戦になってちょっとまあ知識共有会議なんかも始まったりとかいろいろして、うん、意識の高いメンバーさんたちが集まって、そうですね、ね、それでまあね、伊藤君としきりと君とレインボー君中心にね、まあこの UGP にね、新しい風が吹き始めたっていうか、うん、本当にそうだと思うんだけど、うん、ね、まあ今年はやっぱり作品制作面では、まあ、小沢さんもちろんのことなんだけど、やっぱみそべが頑張った、うん、本当に溝辺の支えなかったらね、今年1年は乗り切れなかったと僕は思ってるし、そうですね、うん、と思うんだよ。そうですね、確かに、ただまあなんだかんだであれだよね、放送面とかって言ったらやっぱ芸能班って言ったらもうゆりっぺさんがね、まあそうですね、確かに大きいですね、うん、やっぱり、うんうん、そうだよね、やっぱこのニコニコの生放送がさ、どんどんそのうちでも番組がさ続かないっていうかさ、うん、みんなやりはするんだけど、やっぱりね、続けられないんですよ。まあそうですね、確かに、追いかけ放送枠なんかもありましたけど、うん、ちょっと前にかける子さんの追いかけ放送枠とかね、うん、ね、古澤さんのなんか気ぃつくとかね、ああそうですね、ズッキーさんのちょめちょめとかあったじゃないですか、いろいろ。そうですね、ありましたね。ただね、何一つ続かないんですよ。そうですね、うん、そんな中でね、ニコニコ生放送の総論っていう番組ね、もうかれこれ2年近く続いてるわけですから、本当にこれはすごいなと思うし、うん、そうですね、だってもう毎週だってね、あの放送しますもんね、ソーロン、ほぼ毎週、休んでた時もあるけど、でもほぼやってますよ。ですよね、毎週金曜日に。こんだけ長く続いてるニコ生の、その UGP の番組ないからね。そうですよね、うん、確かに。でまたユリッペさんが外からファンを連れてきてくれる。ああそうですね、いやもう本当に芸能班っていう見方だけをね、なんか今年の芸能班の人たち、うん、全員にも見ててね、ちょっとなんか他の人活躍してたら本当失礼かもしれないけど、うん、芸能班っていうところだけで見たら間違いなくもうユリッペさんがね一人で引っ張ってて、ね、後の人たちはもうどんぐりの背比べじゃないけど、ほとんど何もしてない人が多いんじゃないかなと思って、まあ、まあ、そうですね、まあもこもことかはね、歌歌ったりとかしてんだよ、翔さんとかね。ああそうですね、うん、ただね、もうあれだよね、声優がね壊滅的な状況だよね。そうですね、そこがやっぱり痛いっすよね、やっぱりボイスドラマ頼もうにも声優さんがもう全然おらへんまでって、あの頼みようがないんですよね。うん、もうだから外部から引っ張っていく方が限りはもう結構完成まで行きやんっていうのがね、やっぱり、うん、そうなんですよね。赤石さんですら連絡つかないからね。そうっすよね、北沢くんぐらいじゃない、まともに連絡する。ああそうですね、北沢さんはそうですね、うん、今しもあの現在もね、あの活躍されてますけど、うん、そうですね、いやーもうやっぱね、そのまあそれぞれみんな忙しいのはわかるんだって、もうそれはね、学校の生活とかね、あのね、会社でのこととか、まあそんなことはみんなね、それは言い分っていうか、
うん、そんなものがある上でさ、でもそれが仮にあろうともさ、UGP には全くこれって関係のないことっては関係のないことじゃん。まあそうですね。その人がプライベートでどんなね、学校に行ってよと、どんな仕事をしてよとね、どんなことしてよと、UGP にはまあ全くそれをね、僕忙しいんですよは、本来はさ、通用しないって言い方あれだけど、言い訳にはならないんですよね、やっぱり。まあそうですね、確かに。で、別にノルマはないんだけど、活動自体に。でもね、週にね、週に30分でもいいから、1週間で30分でもいいから活動する時間って、誰しも別に確保できなくないと思うんです、僕。まあそうっすね、30分とか1時間ぐらいはね、やっぱりそれ 週ですもんね、うんうん、ね、週1時間あったらさ、週30分あったらさ、ラジオ1本撮れるじゃない。まあ撮れますよね、余裕で撮れるじゃない。それだけでも全然違うと思うんですよ、うん、こんだけ人が結集してたら。うん、うん、いやそうですね。いや芸能班もやっぱりこれだけ人が集まってね、ね、役者やりたいです、歌い手やりたいですっていっぱい集まったんだけど、うん、結局何がこうさせてると思います、その芸能班の人たちが引っ込んでしまったっていうか、全然出てこない要因というか、何が原因だと思います、うん、これ昨日ちょっと何なんすかね、やっぱりただ単にちょっとなんかちょっとやってみたいっていう風に入って、まず入って入ったはいいけど、なんか、その遊び半分で入ったけど、結構入ってみると結構なんか本格的な感じで、ちょっとなんか違うなって思って、そのままフェードアウトっていうのがあるんですかね、中には。まあみんながみんなそうとは言いませんけど、中には結構そういう方もいらっしゃるから、とは思うんですけど、まあ、まあわかんないですけど、うん、まあ簡単に言うとやっぱりその意識のやっぱりまあその低さっていうか、うん、はあるかなと思うんですけど、うんうん、まあ僕が思うにね、まあもともとその何もない状態で彼らのモチベーション上げてくれるものって要は格好なんですよ。要はああいうその素人の役者、まあほとんどが素人だと思うんですけど、うちに来る人ってそういう役者が求めるものって格好なんですよ。どういうことかっていうと、例えばなんかその作品ありきでこの作品のこのキャラクターの声に息を吹き込んでみたいからこの作品に参加するっていう人が多いと思うんですよ。ああなるほど、うん、でうちってオーディション形式ではなくて もちろん指名してけ、ね、頼むことが多いから、うん、まあ、もちろんそれで、まあ、頼まれてる分やるっていうのがまああるんだけど、自分からそのオーディション受けに行ってない分、うん、ね、人から与えられてるものであって、だからそれに対して責任持てないし、またそのなんていうのかな、こんな言い方すると本当ライター陣、まあ、木下さん含めライター陣の方には本当あれなんだと思うんですけど作品そのものにあんま魅力がないっていうことだと思うんですよね、結局は。あ、まあそうですね、うん、うん、確かにだと思うんですよね、うん、なんかこのキャラクター演じてみたいと思うからやるんだと思うんだよね、うん、最初のうちって、うん、やっぱそれ役者として成熟してくるとやっぱか、ね、その役、せっかく自分がもらえた役だからそれを、うん、そのキャラクターのことを自分から好きとか嫌いとかっていうのはまあ最初はない状態でキャラクターを好きになって、うん、でそのキャラクターにキャラクターを自分が作っていこうっていう風に思うんですよ。この役者として成熟しつつある人は、うん、もう本当にアマチュアの意識とかプロの意識の差だと思うんだけど、プロ意識の人だったら今の状況でもちゃんとできると思うんですけど、多分北沢さんとかはそういうことだと思うんですよ、うん、アマチュアでありながらプロ意識持ってると思うんですけど、うん、まあ、そうじゃなくてフェードアウトしちゃう若い子たちはまあアマチュア意識なのかなっていうか、うん、まあそのアマチュア意識の人たちをその参加させていくにはやっぱ作品自体がキャラクターが可愛いとか、うん、ね、特徴的とかかっこいいとか何でもいいんですけど、なんか付加価値がないとダメだなとは僕は思ってて。なるほどね、はい、あ確かにね。でもその一環としてその少しでもね、そのインターネットとはいえども役者としての責任、その自分がやってるんだっていう意識を持つためにうちって芸能班っていうかその声優さんたちに本名制度を設けてるんですよね。
そうですね。これに関してね、賛否両論だと思うんですけど、うん、じゃ木下さんはどう思ってますこの制度について。いや僕は別にやっぱり声優さんっていうのはやっぱり、うん、あの本名でやっぱりやってるようなイメージが、うん、まあ強いっていうか分かんないですけど、うん、あんまりあのプロの方なんかはもう特にやっぱり全員やっぱ本名でやってるじゃないですか、当然ですけど、うん、ハンドルネームでやってる人ってプロの 人の中ではいないと思うんですよ。そうですね、分かんないですけど、まあ、芸名とかはもしかしたらあるかもしれませんけど、だから、まあ、まあこれに関しては、まあ、まあ妥当かなと思うんですけどね、本名でや、まあ、声優さんに関してやるっていうのは、まあ、うん、まあまあ、本名でやる分、本名でやった方がやっぱりね、あの意識もまあちょっとは、まあ、あの違うでしょうし、まあ、分かんないですけど。だからね、ここがね、結構ね、その UGP の中でもそのいろいろ、ね、言われる話で、その本名制度を取ってるから、間口が狭くなって、人材が集まらんじゃないかっていうのがまず一点の問題点ね。ああ、はい、はい。それはもちろんそう。だけど、その、これは、その、僕的な言い分から言わせてもらうと、あえて、本名でもいいから、やりたいっていうぐらいの覚悟を持ってる人じゃないとっていうことで厳選しないと、逆に声優が溢れすぎて管理が追いつかなくなると思うんですよ。ああ、確かにそうですね。そう。それはまず僕はそう思ってて、うん、まあ、本名も前提にっていうことになってるんですよ。で実際のまあ芸能事務所とかだったら、もちろん本名で活動することもあるし、その芸名でっていうこともあるんですけど、うちもそういう風にしようと、そのゆくゆくは思ってて、芸名自体は可能なんだけど、結局責任を持たせるために、その上層部の方っていうか、この UGP 側が、そのある程度の個人情報をお預かりして、登録してもらうっていうことをしないと、まあ、インターネット上で顔も見えない、住所も知らない、連絡先も知らないっていう状況で、作品作りを一緒にするっていうのは、やっぱ作品の制作進行に関わるこうデメリットが生じる可能性っていうのは、まあ、もちろんありますよね。うん、いくらそのインターネットで非営利の中といえども、うん、ね、っていうのはあるじゃないですか。まあそうですね、やっぱり。うんうん、でね、多くの、 その声優さんの中でもね、本名制度撤廃してほしいとか、どうにかなりませんかねっていう声も実はあったりとかするんですけど、うん、でもね、やっぱりね、そこをね、どこ変えちゃうとね、ね、まあそうっすね、今以上に悪くなるんじゃないかっていうふうにすごく思ってて、まあそうですね、そういう発言がね、出ること自体ね、僕おかしな話だと思うんですよね。うん、木下さんなんかこう今インターネットで活動してて、うん、僕もそうなんですけど、うん、まあ匿名ではなくて実名で活動してます。うん、そうですね。まあ他の個人情報を出してるってわけじゃないですけど、うん、まあ、木下さん顔出してるからね、うん、やっぱこう日本人の特性なのかどうかわかんないけど、そのインターネットでね、うん、その自分の個人情報を明かすっていうことがね、いろんなメディアにこう取り立たされてね、うん、怖いというか、事件に巻き込まれるんじゃないかとか、あ、ネットはネット、うん、プライベートはプライベートってものすごく分けたがる人が多いっていうか、うん、叩かれるのが怖いっていうか、いろいろあると思うんですよ。うん、そうですね。うん、ねえ、でも今 Facebook や Twitter やってて、自分のプライベートのことを少しでもつぶやいてたら、個人情報なんかあってないようなもんな時代なわけですよ。まあそうっすよね。うん、なんかこれ俺の勝手な言い分ですけど、そんなその個人情報を云々をそのものすごく気にするんであれば、インターネットなんかやめちまえと思うんですよね。まあそうっすよね、まあ、確かに。だってここは電脳社会じゃないんですよ。でこれものすごくさ、なんかさ、あの木下さんにも分かってほしいんですけど、ネットだからって関わってる人は人じゃないっていうわけではないんですよ。パソコンの向こう、まあパソコンなんだけど繋がってるものは、うん、スマホかもしれないんだけど、向こうには人がいるんですよ。うん、そうですよね。そうなんですよ。これね、ネットビジネスとかもそうなんですけど、必ずその画面越しに人がいることを考えて運営しないとダメなんですよね。
なんかわかります？なんとなく言いたいことは。いや、もうわかりますよ。そうなんですよ。別にこの、何、プログラムを相手にしてるわけじゃないんですよ、僕らは。うん、AI を相手にしてるわけでもないし。うん。ね、自己表現の世界に突っ込んでる以上、自分を隠し通そうとするような人間は、正直ね、やめちまった方がいいっていうのが僕思ってて。ね。うん、そうですね。でも、もちろんこの中にもいろんな方いると思うので、それ僕の考えだけ述べておきますけど、じゃあもちろん、その役者とか歌い手としてね、じゃあ自分は趣味の範囲でそういう活動に関われればいいんだと。別に売れたいとかプロになりたいとか、それで食っていきたいとか、目立ちたいとか、そんなこと全然思わないんだと。ただ楽しいから趣味でやっていきたいんだと。別にそれだったらハンドルネームでも結構だと思う、正直。そう。いいと思う。ただそれでいくらあなたが頑張ったとて、楽しめるかもしれないけど、もし何か成果が出たとて、あなたのものにはならないよっていう、実績にもならないよっていうことだけは言っておきたい。わかります？わかります、わかります。なんとなく、そうですよ、わかりますよね、うん、このインターネット上で、まあ、顔出してればまあですけどじゃあ赤鈴だったら赤鈴でどんだけ頑張って成果を出したとて、うん、現実の赤鈴に顔を出さずに赤鈴だけのハンドルネームで活動してて直結するかっつったらね、どうかわかんないじゃないですか。まあそうっすね、うん、で僕が赤鈴ですっても信じてもらえないかもしれないし。確かにそうですね。ならないよっていう、うん、そう、自分の知名度とかブランドとか人気とかっていうのを作っていきたいんだったら 本名出すしかないって思うんですよね、うん、まあね、うん、ね、そうですね、本名、確かに。そう、あとはあのよくマルシとかなんかいろいろ、なんかよくわかんないですけど著作権の話とかいろいろしますけどこれもコピーライト、そうそうそう、これもコピーライトもそうで、これがあなたの作った財産ですかっていう、その問われたときにハンドルネームで活動している以上、ちょっとなんか信憑性に欠けるっていうか、まあそうですね、ね、うん、どうなんだろうっていうとこあるじゃないですか、なんか、うん、ありますね。本当にあなた作ったもんなんですかの証拠を出せるならいいけど、この状況で、うん、ね、そうですね、でしょ。やっぱりあの顔もやっぱり分からん、名前もハンドルネームではね、やっぱり、うん、そうですね、やっぱりし、うん、信憑性がね、やっぱりないでしょ。うん、ないですもんね、やっぱり、うん、だから自分の責任を問われない立場にあるように自分からしているんであれば、当然その僕はよく UGP の中でも言ってるんですけど、その責任と同時に権限って発生するものだよとかね、リスクがあるからリターンがあるんだよっていうこと、これは対になってるもので、ね、リスクを背負う覚悟ないものには何も得るものはないんだよっていうことだけは本当にね、うん、皆さんに言っておきたいなと思ってるんですけど、うん、そうですね、そう僕はそういう考えでいるんだよね、うん、ただね、社会的になんかそのネットで活動してて、うん、ちょっとなんかそのやらかしちゃうとね、影響出ちゃう人とかもいるんですよ、うん、まあそうですね、中にはやっぱりそういう方もねいらっしゃいますからね、うん、例えば、うん、YouTube とかで顔出ししてるけど匿名でやってて、ちょっとそれが例えばその専門学校とかね、その何大学とかね、まあ、もしくは会社とかにバレて、うん、会社や学校とかによっちゃね、うん、あなたのそういう目に余る行動はちょっと学校のイメージとかその会社のイメージを崩しかねないから、そのネットの活動を取るか、まあ、会社とかその専門学校を取るかっていう、学校とか取るかっていうのを問われる時が来る時もあるんですよ、うん、ね、YouTube やってて会社クビになったっていう人もいるし実際、うん、そういうこともあるんですよね。まあ、もちろん理解ある会社も学校もありますよ、うん、そうですね、うん、だから何とも言えないんだけど僕はもうあれですよ、もうあの会社にもあの、あ、もうあの会社にもあの言ってあるんで、僕はもう YouTube でやってることもうあの全員も多分知ってますね
え、紹介してんの一応 YouTube のチャンネルも。いやもうこういう活動してますっていうふうにもうあの LINE でもタイムラインでも上げてあるんで、多分うちのチャンネル見てる人もいるんだ。じゃあもしかしたら、もしかしたらいるかもしれないですね。まあね、今の時代にねこういう活動を ね、それはね、木下さんがこういうとこ出てきて自分の会社のことをディスってるなら問題ありきだけど、そうっすね、やれ上司の誰々がクソだとかいやね、やれうちのね、店はねこういうとこが裏で汚いんですよとかそうっすねそうでやってんだったらクビでもしょうがないんだけど、そうっすね、うん、それはおしゃれないですね。ね、それとかなんか木下さんが反社会的行動に出てるとか YouTube とかでね。ああそうっすね、うん、ね、なんか人ん家に火つけたりとかね。そうっすね、そう、うん、そう、なんか絵頭みたいにいきなり脱いでね誰かのとこ追っかけたりねしてないでしょしてない今のところもそれもしてないっすよ。それやりだしたら多分お母さん見て怒ると思う。そうっすねちょっとユージいい加減にしなさい通報されるんでね。いや、そこまで僕、そこまでやったらちょっと気のせずあれだわ、尊敬するわ、怖いわ。怖いっすよ。いや、気違い系はね、ちょっとね、そうっすね、うん。いやいやいや、怖い怖い。そう。まあ、そんなこんなでね、今年の。UGP は、まあ、もうすぐ12月になりますけども。そうですね。まあ、なんとか来年1年、その伊藤君の体制になって、伊藤君が UGP を1年で変えると言ってくれたので。そうですね。うん。そうですね。まあ、期待、うん、期待しながらちょっと。1年で何も変わらんかったら、僕、クビでいいですよとかつってたから。マジっすか、うん、そこまで本人は言ってるぐらいだからすごいね。あ、すごいっすね。いや、僕は全然伊藤君のことをクビにするつもり全くないけど、うん、でもまああれだよね、伊藤君も先のことは分かんないから。まあそうっすね、今はやっぱりね、学生ですけど、やっぱり、まあ、働き始めるとね、やっぱりまたね、状況がまたやっぱり変わってくるんで、ね、その会社にもよるけどさ、仕事にもよるけど、まあ、リミットは一応1年だよ。1年ですね。あと400日ぐらいだよっていうことは。そうっすね。伊藤君には言っておきました。そうっすね。今日おしゃべり、なんかこの身内ネタだけで本当に申し訳ないんだけど。いや、そうっすね。うん、まあでもたまにはね、いいっすよね。と、はい、いうことで、もう締めの挨拶を。あ、はい、かしこまりました。木下ゆうちと鈴木智也のおしやおしやベリーということで、はいはいはい、今日の話、はい、まあ良かったと思う人いないと思うけど、よかったらグッドボタン、よかったらチャンネル登録もお願いします。はい、お願いします、はい、ということで木下さん、はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。